教えて上校先生、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日、もうバッと書かせてもらってるんですけど、はい、厳島神社の神様についてちょっと、説明をしていきたいなと思ってます。はい、はい、厳島神社のね、なんで神様についてお話ししたいのかっていうと、結構皆さん知らない、うん、あの厳島神社の神様のお話ができるんじゃないかなと思って、はい、はい、書かせてもらってお話をさせていただきます。まあ、もう書いちゃってるから分かると思うんだけど、厳島神社の神様は宗像さん女神って言われてます。はい、3人の神様が祀られてるって言われてます。はい、読めますか。はい、はい、厳島姫の御子と、はい、田子織姫の御子と、はい、田月姫の御子と。正解。これは覚えました。はい、でこの神様ね、厳島神社に祀られてる主祭神になるんだけど、はい、大元って言ったら変なんだけど、まあ、福岡の宗像大社にいらっしゃる神様になります。はい、これも有名なんだけど、交通安全の神様って言われてて、うん、はい、別名道主の無知っていうらしいの。道主の無知っていうらしくて、はい、まあ、意味合いとしてはなんかね、すごい神様らしい、最高神みたいな意味があるらしい。最高神、うん、なんかすごい位の高い神様。へえ、そうなんですね。でこのね、今宗像さん女神ってのを、はい、今、主祭神として祀ってるんだけど、はい、実はね、厳島神社の神様って昔は違ったって言われてます。へえ、はい、厳島神社の神様、昔の神様の名前って知らないか。あ、当てていいですか。当てていいですよ。厳島姫の御子と、ん、厳島大明神、うん、正解おっていう、はい、神様が、いらっしゃったと、はい、言われてます。うーん、まあまあちょっとそこはねあれなんだけど、これからまた説明していこうと思うんですけど、ちょっとねこれぐるっと回します。かっこよくバチンってやりたかったんだけどあの書き間違えてここも回してください。今言ってくれたように、平安時代には厳島大明神、まあ厳島大明神、まあ、海の神様だね、はい、がいたと言われております。で、まあ、平安時代の平の清盛が創建した時、この神様を作ったんですか。作ったんじゃない、いたって、作ったわけじゃないを崇拝していた、そうそうそう、でが、まあ、厳島神社の神様とされてましたと、うんうん、でその時に宗像三女神っていうのは愛殿神っていう立ち位置で、まあ、厳島神社にいらっしゃって、主祭神が厳島大明神の大宮って言ってね、一番メインの場所に、はい、いらっしゃって、その隣というか、まあ、また別のところに愛殿神という形で宗像三女神がいました。で愛殿神だったのが、時代背景かなり濃いんだけど、鎌倉時代の後期に主祭神に変わりました。なってます。はい、でこのね、鎌倉時代後期に主祭神になった理由っていうのがちょっとここね、実はあの名前しか書いてないから分かりにくいんだけど、はい、これが、主祭神になっていった理由になります。うん、で厳島大明神っていう神様が、あのそんなに有名じゃなかったみたいな説があります。ごめんなさい、これ説で、はい、あのそんなことないと思うんだけどね、うん、有名じゃなかったってことはないんだろうけど、うん、まあ、いわゆる厳島姫の御子とかの方が、有名だった、はあはあはあ、うん、さっき言ったように最高神っていう扱いになるから、はいはい、すごい詳しくいくと、天照大御神のなんとか公とかの子でみたいな、すごい上の方の、うん、の神様みたいなの、はいはいはい、で、まずここに、まあ、宗像さんという愛殿神でいて、うん、まあ、厳島姫の御子と厳島の名前が似てると、まあ、発音似てますもんね。そうそうそうっていうところから、厳島、大明神が厳島姫の御子に変わったと。そんな変わっていいんですか、神様途中でと言われてる説があります、うん、はい。あと鎌倉時代って時代背景、これも時代背景が来るんだけど、はい、仏教がすごい盛んになったのね、はい、うん、仏教が盛んになって、その時に弁財天様
わかるかな、弁財天さんってわかるよね。はい、弁財天様っていうのはすごく人気のある、仏様って言ったらいいのかな、はい、みたいなところになるんだけど、がいらっしゃって、その弁財天様とこっちちょっとどかせるよ、宇賀神様っていう神様がいいんだけど、ここが人気が高くて集合しましたっていうのがあるの。集合ってわかるかな、一緒になる、そう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 、一緒になりました、はい、仏様と神様が一緒になる、はいはい、で宇賀神と弁財天様が一緒になって弁財天様になる。宇賀神様も弁財天に入るってことですか。そう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 、っていうのが時代背景としてこの時代ありました、はい、ですごく弁財天様が人気があって、うんうん、まあ、ここ正福って書いてあるんだけど、はい、あの正福の神様、正福の仏様で、はい、蓄財の、仏様、五穀豊穣の神様、だから弁財天さんにギュッと寄って、はいはい、ご利益っていうかね、そういうのが集まりました。シンプルに、ね、分かりやすくなったんですね。そうで、ここが集合した後にここもなぜか集合するんですよ。ほう、今広島で、まあ、日本全国の、はい、まあ、厳島神社を知ってらっしゃる方で、特にあのご年齢がちょっと上の方は、うん、厳島神社の神様って弁財天様だよねっておっしゃる方がいるんですね、はい、それの理由がここです。厳島姫の御事と弁財天様も集合します。はははは、集合して、厳島姫の御事、まあ、だから合ってるのは合ってますよね。弁財天様の神様だよねっていうのは、そう、意味としては合ってますよね。うん、でなんでここが集合したのか、なんでだと思う。あの神仏統一みたいな、うん、融合の話ですね。あ、そうですそうです、神仏集合ね、融合じゃなくて集合ね、はい、集合があるんだけど、まあでもさ、集合するにも今ちょっと弁財天と宇賀神さんの時言ったんだけど、正福っていうご利益が一緒だったっていうのがあるよね。はい、うん、結構ね、実は似てる神様と仏様が集合するってことが多かったのこの時代で、弁財天さんと厳島姫の御事っていうのは何で集合したんだっていう話なんだけど、はい、お互い、あ、わかった、はい、もう美女だった。イエス。でそれが重なって、集合したっていう説があります。その神様は女性なんですね、弁財天さんも。そうです、そうです、女性の神様。女性なんだ。女性の神様で厳島姫の御事に集合して、それが元で、厳島神社の神様は宗像三女神が今は、なってますというような形になります。なんで厳島姫の御事からもう宗像三女神に変わったんですか。その辺はちょっと詳しく載ってないのよ。あ、載ってなくてちょっと調べようがなかったんだけど、まあ、愛媛の神でもともと宗像三女神さんがいらっしゃって、まあ、いわゆる三位一体っていう考え方だと思うんだけど、はい、まあ、厳島姫の御事が、主祭神だったら、田子姫も田吉姫の御事も、一緒に主祭神、三女神っていうぐらいだからね、はあはあ、三つで一つという考え方で、今は宗像三女神、三女神か、はい、が主祭神と言われてます。でちょっと余談なんだけど、はい、今弁財天様はどこにいるでしょう。大願寺。そう、大願寺に今います。でこの大願寺に今いらっしゃるんだけど、はい、あれ今神仏集合して厳島姫の御事になったんじゃないのっていう話。なんで今大願寺にいるんだろう。なんで分かれてるんですかね、うん、なんでだろう。前にちょっと大願寺さんで説明したんだけど、はい、覚えてないとは思うけどそんな決定的に言わないでください。で、いわゆる神仏離合っていうのが明治時代にありました。はははうん、今全然ピンときてないね。あ、そっか、一回一緒になってその後また離れたって。そう、離れた離れた。ははそう、明治時代に神仏離合っていうのがあって神様と仏様を分けました。はは、うん、でその時に、厳島姫の御事はそのまんま厳島神社に残る、まあ、宗像三女神は残りましたと、うんうん、で弁財天様は、大願寺に移りましたっていう時代背景があって、今大願寺に弁財天さんがいらっしゃると、うん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 、
というような形で、まあ、ちなみにね大願寺さんというのは厳島神社出てすぐのお寺さん、はい、その、ね、動画も撮ってるので、うん、ぜひ見てもらえればなと思います。はい、はい、じゃあちょっとね私もあの今知ってる限り の、 あの知識でお話はしたんですけど、これもあの、まあ、完全にね逃げの一言だけ言うとあの一説です。まあ、そうですね、あの諸説ありっていうところで、うん、まあ、こういったお話がありますよっていうところを知った上でね、また宮島にお越しいただいてお参りいただくとかしたら、まあ、心をね穏やかに、お参りできるかなと思いますんで、うん、もしよかったら頭の隅に入れて、うん、宮島にお越しいただければと思います。じゃあ本日の、この授業これでおしまいにします。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。